ご機嫌いかがでしょうか。ジョン・カビラです。今日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、 FC ポウロ対ティエーボ。本日の解説には中西哲夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。さて中西さん、この試合のどんなところ注目されていますか。まずは両チームがどんな立ち上がりを見せるか見ていきたいと思います。試合前の記念撮影を行っています。両チームのフォーメーションはこのようになっています。今日の主審はアルベルト・カルロスさんです。前半開始のホイッスルが鳴り響きました。 FC ポウ3トップのようですね。そうですね。今日は 4-3-3 のフォーメーションです。いいプレッシャーですよ。前に出したルシアン通りません。そこからルーフリマーン、スペースを狙う、入ってきた、前が空いた、危ない、これを決めた。ゴー、前半10分 FC ポール、まずは先制ゴールを挙げました。でいきなり決めます。サポーターが沸いています。でも中西さん、いきなりでしたね。うん、調子いいですよね。ポウロとして少し余裕ができたでしょうね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。中西さん、しかしこの先制弾いかがでしょうか。はい、いざ FC ポウ、早い時間帯で先制点を奪いましたが、中西さん、はい、相手を浮き足立てるには非常に効果的なゴールでしたね。試合を運ぶ上では非常に有利なゴールになったことは間違いないですね。なるほど。また行った、タッチを割りました。ティエーブスローインです。ライトバックモロ、下がったボールはダン、中に返して逃げ回して右に展開します。前に送る、マイニエ、前へデイ、右ウィン、来ました、シュート、ここは一段を逃れました。回してデイ、手元の時計では30分が過ぎようとしています。右サイドバックモロ、ティエーボ、さあここまで押し上げてきました。スルーパスを出してくる、ディフェンスの裏へボールが抜ける、主審がファールを取りました。今日最初のファールとなります。さあこのそのまま狙った、ゴールマウスのわずかに右、今のは入れておきたかったでしょうね。ティエーボ、大事な同点のチャンスでしたが、ここはゴールならず。さあここからの攻撃、ヌモバテイ、マイニエ、ここはデイト、分けず、ここからルーフリマーン、ブロックする。さあ FC ポウロ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあコーナーからの最初のセットプレー、さあ狙っていった、頭でくる、これはわずかに右、
ここまで持ってきたんですが残念でしたね。ただこれ次へのいいきっかけになるんじゃないですか。なるほど。前半40分が過ぎました。もっと上狙っていました。オフサイドでしょう。やや飛び出しすぎたようです。狙ってはいないと思うんですが結果的にオフサイドでしたね。ベリシエスクエアにボールを運びます。そしてマイニエ、この選手はスタミナがあります。左へルーフリマー当てに出す。ここで前半戦が終わります。 FC ポール先制して前半を折り返せたわけですが中西さん、はい、こうしてさあ後半戦が始まりました。両チームともにこのハーフでのメンバー交代はなかったようです。左に叩いた。オフェンシブハーフレイスライディングタックルモロ繋いで分けず2対1だ。うまくキャッチしました。キーパーはマルケジャー。 FC ポー後半立ち上がりいかがでしょう、うん、いいと思いますよ。ただ点差を考えた戦い方をしてほしいですね。右にさばいて前方へ、そしてここは分けず縦へのパス、そこからベリシエ回してバッテオブリー縦に出して、ここで選手の交代があります。1対0その差は1点。さあ縦縦に出した。右から攻めていきます。ダイレクトで送る。ここはマッテオブリー左から上がっていった。流れを切りました。ボールを持っているのはマイニエ。中には2人いる。さあ2対0決まりましたね。 FC ポール大きな追加点。決めたのはミッドフィルダーデイト。乗りに乗っています。いやいいシュートでしたね。うまく攻撃できたんじゃないですかね。2点差となりましたがどうですか。逆転というのはまずは一つ返したいですね。ここで笛です。ここからのフリーキック、前に送って硬い守り、これはブロックした。クリアしたボールはラインを割りました。コーナーキックになります。初めてのコーナーからのセットプレー。さあショートですよ。右サイドから上がっていきます。左にはマッコーリー、左へ回す、遠目から放った。左側のポストをかすめていった。もう少し丁寧に打ってほしかったですね。ここでシュートを放ったのはデイト。さあ後半40分を回りました。取られたデイト、ルーフリマール前へ送る、仕掛けます。これは通りません。これはファウルの判定。プレーが激しくなってきました。いや本当ですね。いやこれはイエローカードもらった。本日これが最初のイエローになります。このボールを蹴るのは直接来た、
ナイスキャッチ。ロスタイムは約2分と出ています。そしてここで終了の笛が鳴りました。2対0レシーポウロ勝利を収めました。今日の試合を振り返っていかがでしたか。